はい、こんにちは。Hulu で見たいドラマを探してる間に寝落ちして結局何も見れない CL プラスセカンドパパです。今回もご視聴ありがとうございます。今回はあのタイトルにもあるんですけど、前にコストコの、パック T シャツ、カークランドっていうコストコオリジナルのパック T シャツがすごいいいよっていう紹介をしたんですけど、それを、何回か着てもう10回以上洗って着てるの で新品でまだ着てないのも取ってあるので6枚入りなの で今回はその比較をちょっとしてみようかなと思います。見た感じは全然なんかヨレヨレになったとか全然ないんで、普通に着れてます。今のところ10回ぐらい洗った状態は気持ち首がちょっと着だしたかなぐらいの感じなんで、実際に新品と比較して、見てみたいと思います。あとはその着丈とか縮みとかもね見てみたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、それじゃあ比較してみたいと思うんですけど、右がまだ1回も着てない新品で、左が10回ぐらい洗濯したやつですね。でなんですけど、これこうやって見ても分かると思うんですけど、着丈がまさかの着てたやつの方が長くて、これ6枚入りなんですけど、全部比較してないんであれですけど、多分個体差が結構あるっぽくて、着丈はまさかの洗ったやつの方が長いっていう事実が判明しました。なんで着丈に関しては6枚の中で誤差があると思います。はい、じゃちょっと首元を見ていきますか。はい、重ねてみたんですけど、こっちが新品でこっちが洗ったやつで、こうやって見ると分かるんですけど、首はちょっとやっぱり広がってますね、洗ったやつは。でもヨレまではそんななくて、気持ちやっぱ伸びたかなって感じです。で袖も若干縮まってますね。はい、そんな感じですかね。でもね、そんなにそこまでヨレヨレになる感はあんまないんで、10回20回ぐらいまでは普通に1枚で着れるレベルかもしれないですね。で身幅なんですけど、身幅もほとんど縮んでないみたいです。多分防縮加工がしてあるのかな。なんで気になるのはちょっと首がネックの部分がちょっと広がるよっていう感じですね。で糸のほつれとかもあんまりなくて、ちょっとここ見えますか、ちょっとだけほつれが出てきてますね。まあでも1枚あたり400円ぐらいなんで、10回ぐらい洗って切れれば全然いいんじゃないかなと思います。いや、いいですね、カークランド。なんで比較の結果、首だけちょっと伸びてるけど、着丈はそんな変わらず、袖はちょっと縮んで、着丈に関しては個体差があるので比較できずって感じでした。はい、ということでね、新品のやつと比較してみたんですけど、まさかの、個体差があるっていう事実が判明しましたね。もう着たやつの方が圧倒的に縮んでるかなと思ったんですけど、まさかの着てるやつの方が3センチぐらい着丈が長かったんで、結構個体差があるみたいですね。6枚全部並べて比べてないんであれなんですけど、どうやらばらつきがあるみたいです。まあその辺もパックティのいいとこなんじゃないでしょうかね。で首はやっぱちょっとね広がってましたね。で袖とか、おお、どうした、大丈夫か、笑っとる。袖とかはね全然大丈夫な感じで、まあ首も言うてまだ全然着れる感じなんで、もうダメだっていう感じではないです、10回程度ではね。でコストコのパックティ本当に6枚で2500円ぐらいでね、コスパも最高なんで、で、落ち首も透けないんでね、改めておすすめしておきたいと思います。はい。なので、気になっている人は、ぜひ、コストコ行ってチェックしてみてください。そんな感じで、今回は終わりたいと思います。今回も見てくれてありがとうございます。この動画良かったら、チャンネル登録と高評価の方、ぜひお願いします。それでは、またお会いしましょう。バイバイ。